俳優浅野忠信が主演するフジテレビ系連続ドラマ刑事ゆがみの12日放送の第一話ゲストとして岡田義則、大御鈴鹿、小倉優からの出演が決定した。俳優浅野忠信が主演するフジテレビ系連続ドラマ刑事ゆがみ、毎週木曜の10時0分の12日放送の第一話ゲストとして岡田義則、大御鈴鹿、小倉優からの出演が決定した。岡田は仕事、接待、家庭サービスに疲れ切ったサラリーマン、沢谷、大の地はダンス部に所属する女子大生、クラマー愛子を演じ、小倉は事件の被害者で女子大生の志田舞役に起用された。漫画雑誌ビッグコミックオリジナルにて連載中の井浦秀吉による原作を元にした同ドラマは犯罪者の心を読める天才適当、刑事弓神適当、浅野と正義感と上昇志向が強い腹黒刑事羽生虎を至極高行会が難事件を解決していく。第一話ではある日、舞、小倉が歩道橋下で仰向けに死んでいるのが発見されるところから物語が幕を開ける。勝手に捜査を進める弓神と、それに巻き込まれた羽生は事件当日、舞と一緒に飲んでいた友人の愛子と出会う。愛子は一週間ほど前に舞が電車内で痴漢した男、沢谷を捕まえたこと、沢谷から現金を受け取り警察には届けなかったこと、そしてその夜から嫌がらせを受け始めたことを打ち明ける。痴漢容疑の沢谷、そして愛子など複雑に絡み合った人間ドラマが展開されていく。岡田は家庭でも会社でも自分を演じなくてはいけないストレスを抱えている男だと思います。いろいろな場所に合わせた顔を持っていて負荷がかかっている人は今の社会で多いんじゃないかなと思いながら演じましたとコメント。そして浅野さんとは約10年くらい前に一緒にバンドをやっていたことがあるので撮影の合間に久しぶりに懐かしい話をしたりしてとても楽しかったですと充実した様子で振り返った。これまで映画霧島、部活やめるってよ、2012など何度も親睦と共演歴のある大の地は志睦さんとは同じ年齢ですし何度も共演させていただいているのですんなり撮影現場に入ることができましたとリラックスムードで臨みダンス部の女子大生ということで練習の時間が短くて緊張してしまいましたが監督が現場で細かく指導してくださり何とか乗り切りました。一話の終わりの方のクライマックスシーンのお芝居は難しかったですが、見どころになると思いますので、注目していただきたいです、と紹介した。痴漢被害に遭う女子大生という身近なトラブルに見舞われた役どころを演じた小倉は、私も似たような経験をしたことがあり、その時の怒りの気持ちを思い出しながら演じました。今回はとにかく体あたりで演技させていただきましたので、ぜひご覧いただけると嬉しいです、と胸を張って呼びかけている。